上空から見る方がないけど、ね、こっちはなんか魚のサメだよ。これかわいい。昆虫来た。貝塚関係なくなった。急に。日本語。ユリ。マイゴ。すごいユリ。ユリさ、隙間埋めるのね。こっちは。ユリと得体の知れない何。鳥だよね。令和元年度にやってたらしいですよ、水戸の考古学。考古学、あ、考古、あ、すごい、貝。これ出土した貝、こんなになんか綺麗に。そう、貝。こんなに綺麗にさ、縄文時代前期のものがさ、すっげえ貝食べてる。教科書とかにね、あったよね。ね、何入れてたんだろう。でも、お料理したみたいなね。お料理。あ、こうやって木の実を貯蔵してた。貯蔵してる壺だ。すごい綺麗に貯蔵してる。え、これがさ、その縄文時代。え、すごくない？すごくない？本当？え、これが参考展示って書いてありますよ。あ、じゃあちょっと、あの、現代のでしょ。そんなにね、5000年前のじゃん。小便をした後は直径20分ほどであった。で、21部が 1.8 メートルかける20だから。でかい。でかい。25メートル。かわいい。よしし。あ、これは弥生土器。縄文から弥生。ね、弥生に。あの、確かになんか薄く硬くなるんですよね、確かに。テストに出るやつね。糸を作ってますね。あ、カラムシの糸か。だんだんそういうのができるようになってくる、ね。
で、パッチワーク気味ですね。かわいい。このイボイボかわいいな。なんでこの辺ちょっとさ、作りがさ。鳥みたいな。かわいい。かわいいよね。すごいかわいい。これサブレとかにしたらいいじゃないですか。鳥。ね。水鳥。ハニーは。かわいい。サブレ。ちょっと鎌倉の真似をして。ね、なんかこんないろいろあったなって、うん、これは日沼の近く、うん、字が書いてある、書きがこの通りから、誰も遊んでないよ。投げ。やっていい。輪投げ。輪投げって。結構難しい。ね、なんか意外と難しい。お、入った。眩しいね、光がね。いやでもこれ本当に、あ、これは最高ですね。これは最高だね。最高だ。そしてここ、ここのお家も人気だな、うん、誰かいない、誰もいない。いいですよ。いや本当にこのタンポポも可愛いね。桜の花びらお化粧ですよ。マジで人が超すごい春ですね。ということは土偶の部屋も、あ、ね、もしかしてさ、うん、先客が子供たちで、子供たちで人気かもしれないよ、土偶。ありがとうございます。タンポポすごいね。あ、本当だ。ここもタンポポすごい。すごい出過ぎじゃないこれちょっと。待って、ここもさ軽くやられてる。軽くやられて、演出がさ、すごいね、結構ね。よく考えて作られてるんだ、この公園。でもさ、ここだけがポツンとあってもさ、うん、ナチュラルに壊れたものとしか思えない。あっちにもあるのか。あ、そっかそっかそっか。ダイダラボーを夜光らせるため。あ、そうか、光らせるためのやつが、ああいう風な加工をね。ダイダラボーのあれだね。そうですね、話だね。ひたちの国不動機。体は極めて竹高く、身は丘の上に降りながら、手は海浜のうなぎを読めないくじりぬ、その食いし貝積もりで丘となり、貝塚、
時の人大口の義を取って今は大串の丘という。へまたその尿のね、尿のね、穴、尿の穴っていう言い方が良くないよね。よくないよね。おしっこの後って言ってくれればいいのに。尿の穴っていうとさ、尿道の話だと思うよね。余計なこと考えるよね。たまにく余計なこと考えるよ。大太郎を作った人がさ、企画設計、企画設計。ああ、磯崎翔次郎さん、ね。平成4年か。まだ常住が村だったところのね、うんうん、あ、本当だ、村長さん、平成4年、この時にでも同時に多分道具の部屋も作ってますよね。絶対作ってるよね。ねえ、土台だもんね。ねえ。ユデラボッチいいですな、背中。こんなに桜っていい。タンポポすごい。時間もこの間のが遅かったですもん ね、 あのもうちょっとこう夕日な感じがね、すごい、なんかもうみんなさあちこちで遊んでね。
かけて、スビガオルで足を洗って、やっていかんすごいね。あ、なにそれ、筑波さんがこうなってんのはそこに座ったから。すごい、マジか。前田ラボ、ちょっと茨城県においてはかなり重要な、ね、かなり重要人物ね。急に妖怪だよね。妖怪ですよね。ね、大田ラボっち。なんかもう大ね、大田ラボっちとなんか王子様だから、やっぱりちょっとなんか。そうちょっとね。お、手長押しなんか。妖怪でしかない。妖怪。新潟の問題って誰だ。山形で手長、足長、かっこ鬼だから、もう本当になんか悪者みたいな。悪者だ。八の太郎とか八郎太郎ってどこから来たんですかね。ね、でも八の毛の太郎さんなんじゃないかな。北から来たみたいな。福島においてはこれしかない。福島も手長、足長だ。妖怪妖怪本当めっちゃこうバカンスですか。この位置で撮るといいかもしれない。今動画にしちゃったんですけど、あ、この位置だ、この位置桜も入るし。てんだけどボロボロだけど、全然ボロボロには。これもさ、呪文が浅野派で、あ、本当だ、矢羽なんですよ。これはアミコさんのための、しかも色もね、いいよね。いいんじゃない。でも忘れてたからね、存在を。まあ存在を忘れてたけど、そういうもんだよね、今日パッて目に入ったから、うん、あ、今日これだ。ぴったり、二人ともぴったりな、ちょっとおさいけおさいけな感じで、スズメもおりますよって。おスズメちゃんね。私は土器っぽいので宇宙を感じております。人もたくさん連れて土偶に対抗するようにしています。土偶に負けない、土偶に負けないぞ、土偶に対抗する。人はお獅子をたくさん、とりあえずね、防御なんだよね。防御、そう。私たちは獅子。土偶がこう悪いわけじゃないんだけど、ちょっと土偶のパワーが強すぎるので。そう、大だらぼっちだしね。そう、大だらぼっちのね、まさかそのこう下支えてるぐらいだから、よっぽどの力を持ってるから。そうね、パワフルだから。もしかしたら吸い込まれるかもしれないんだよね。あの鏡の部屋でね、吸い込まれて私たち。土偶になっちゃうかもしれないならないように魔除けの。こいつらの獅子を魔除けのために、ね、二人ともそう思って来てくるあたり、ね、頭おかしい。別に私たち示し合わせてないですからね。昨日夜の時点で何着ようね、何着ようねしか言ってない。どうしようかなって。なのにこうなったっていう。ね。ね、これ。なんだろう。あ、これもさ、茨城県。ちょっと信用組合。信用組合すごいね。